ということで、このふかふかをどう出していくかっていうところなんですよね。でそういうふうに考えると、まあ、地面の下を見ていかなきゃいけない。土の中は根っこが張り巡らされている。根っこが白山張ってるってことは、その根っこからですね、まあ、養分を吸い上げたり、もしくは根っこにこう養分を届けてくれる微生物がたくさん いるわけです。パーってね、広げるとすごい来る。これが黄色い方の、その微生物さんがもっともっと住みやすい環境にしていったらいいだろうなというふうに考えるようになりました。うおー、でかっ。この辺も全部こう分解していったやつですね。この森の巣の周りに住み着いている土着の微生物を取って、裸足の森、裸足のトレイルに移植しようと。拠点を入るのを否定するから、でその発根するのに菌根源がいた方がより発根しやすくて、より成長しやすい。ふわーってこうネットワークになってつながってますよね。これが多分ずっと白いのがバーって森中を駆け巡ると、多分素晴らしい森になるんだと思うんですけど。はいはい、菌根がいる系統の土をこれをあの中にここに入れていく。菌糸がある森はすごい健康な森って。前見せたマザーツリーの話だと、マザーツリーから、まあ、栄養がない菌に根っこと、まあ、菌糸が張ってることで栄養を上げてることもあるんですよ。これはついてる。ああ、この毛みたい。そうでしょう、これがすごいよね。前回は、コーヒーの麻袋に非常菌とかと落ち葉と枝とか草刈りした草とかをですね、一緒に入れて詰めて土が流れちゃう場所に置いたんです。去年より新芽がたくさん出て森が茂って通りにくくなってしまったので、今日はそれを運び出して階段を作り始めたところもあるので、その続きをやりたいなと思ってます。菌糸と根っこが絡まってる場所、これが矯正しているかな。あ、ただやばそうですよね。内側のね、感覚は変わってるよね。こんな景色普段見れない。あ、裸足だと多分もう抵抗感ないよ。なんだこれ、目開けて。自分たちが今この始まりで、森の巣があるこの森が100年後生きてないかもしれないけど、この100年後が思い描いてる姿になったらいいなって思いながら活動できてるこの時間って、これしかない。